今回のオリンピックどんなオリンピックだったのか、先ほどのバブルと中東と見たそれをもうちょっと視点を広げて見てみましょう。高田さん。はい、今回の東京オリンピックを通していろいろな問題点も浮き彫りになりました。いくつかに分けましたが、まずこちらから日本の人権意識の低さ世界から指摘されることもありました。まず前大会組織委員会会,会長だった森さんが女性の多い会議は時間がかかるという発言をして女性別子とも取れるこの発言非難を浴びました。 さらに、もともと開閉会式のディレクターだった小林賢太郎さんがコントでかつてユダヤ人大量惨殺ごっこなどと発言していたことも非難を浴びましたさらに責任の曖昧さという点で見ていきますと菅総理が開催前に開催可否の基準について問われたときに東京オリンピックの開催は IOC が権限を持っておりますと言いましてこの権限のはどこにあるのかということは分かりづらくなっていました。 そしてお弁当です。開会式に用意されたお弁当4千個が廃棄されたことを分かっていますが、この責任の所在もいまだはっきり分かっていません。さらにオリンピックは一体誰のためなんでしょうか。アメリカでオリンピックの放送権を持つ NBC ユニバーサルのシェル CEO が、開会式が始まればみんなすべてを忘れて楽しむだろうというふうに言っていましたし、自民党の河村武夫元官房長官は、 日本選手が頑張っていることは我々にとって大きな力になる。オリンピックがなかったら国民の不満は我々政権が相手となるというふうに、オリンピックと政権運営が絡ませるような発言もしていました。そして、オリンピックの商業主義についても取り沙汰されました。小学生が感染することに対して大会組織委員会が地元の教育委員会を通して、 ペットボトルの持ち込みはできるだけスポンサーの飲料をお願いします。他社製の場合はラベルを剥がしてくださいという通達を一旦出しています。さらに試合時間に関してです。ロシアオリンピック委員会所属で出たテニスのメドベージェフ選手が、猛暑の中の試合続行について、私は死ぬかもしれない、死んだら責任が取れるのかというふうに言っています。放送時間も加味して試合時間が組まれることにも疑問が出ています。 はい、まだまだ実は他にもあるかもしれません。いろいろ話し合って、まあ、四つの大きな塊にまとめてみました。さて、山口さん、何に注目されます。かこれ以外でも結構ですか そうですね、まあ、2つありまして、うん、まずやはり、まあ、あのこの五輪を日本で開催したことの1つの意味として、うん、やはり例えばあのジェンダーの問題であったり、はい、差別の問題であったりっていったものにやはりあの光が当たったというか、うん、皆さんが意識するようになった、うん、これは1つあの評価できるし、うん、ただこれをあの のともと過ぎればじゃないですけど、忘れないで、そのことをどうしていくかっていうことが必要だと思います。<ー>それから、選手の側から、うん、あのアスリートの力、あるいはスポーツの力で、この大会成功だったという反面ですね。はい、やはりこの暑さ。これはもう。ここにきまっ、東京に決まった時点で、問題視されていたわけですよね。招致の時も温暖な気候で、最高のパフォーマンス、パフォーマンスができるのが東京の夏だと。 だったですねただそこしかもうスケジュール的に置かざるをえないもう状況にあるわけですよ、ね、最初からそこでどうだそうそうだうとそいこなんですよね、はい、ですからアスリートたちの最高のパフォーマンスを見せるための大会にはそもそも設定されていない、はい、そしてスケジュールですねやはりこれだけの競技種目を、えー、16日間で やり終えるためにはあの例えばサッカーなんかもそうですけど、うん、あれだけヘトヘトになるまでやって1日置いて次みたいなた、ね、多分ああいったようなことも、うん、もう本当に超一流のの選手たちをここに呼んでくのくくるるがおそら難しなだから、まあ、そういう意味で誰のためのオリンピックなのかっていう今回アスリートたちの力が見せてくれたんだけども見せられなかった選手たちも実はいっぱいいたよねっていうのを感じましたね。うん 今夏の暑さの話されましたが二宮さん、でも結局 NBC なんかアメリカで放送の夏だけがまあぽっかり空いているとだから、一番のお金を出してくるアメリカのスケジュールってそこしかないということになるとパリもおそらく暑いですよねそうするとやれる場所がどんどん減ってくるんじゃないですかこれ,これねあのマラソンの,あの開催会場競歩もそうですけど、はい、東京からサップに移転しましたよね。 もう北半球でででオリンピックできなくなくりますって言ったん僕ね小池さんねこれね正論だと僕思ったんですよ、うん、だからオリンピックオーダーをねもらってもね <laughs> 言い続けてもらいたいなと、うん、まあ実は思ってるんですけど、はい、これまあメドベーチョフ選手がね、はい、私は死ぬかもしれない死んだら責任取れるのかと、うん、でこの発言によってこれ午前11時から午後3時に変わったんですよね変わったわけですね変わったんですよ、ね、で例えば女子マラソンの場合にはあれ確かね変更が11時間前ですよ、うんえー、11時間前でね たった一時間ぐらい、早百キタ、どうでもいいだろう。なんて人いたけどね、とんでもない発言でね。もう、そこにピークを合わせる選手からすれば、コンディション考えたら一時間の違いって、とても大きいですよ。こういうことがたくさんあったわけですよねということは、今後考えると、ですね。今、松原さんおっしゃったように、パリはどうなんだと。パリは一昨年の七月に四十二度記録したんですよ。四十二度。二度ですよ。はあ、一昨年の七月に。そ,うですそして、ロスは、ご存知の、一九八十四年のロサンゼルス・オリンピックの時に。 あのスイスのアンデルセンっていう選手フラフラになりながらゴールしてまああれ今でいう熱中症ですよ当時はまだ熱射病とか日射病とか言ってましたけど熱中症なんですねそれ考えたら小池さんがおっしゃってたようにですねもう北半球で本当にオリンピックできるのかと,ねとこういうことは IOC も真剣に考えないといけない確かに松原さんおっしゃったようにね NBC の問題があるテレビの問題があるその背景にはねアメリカの四大スポーツの問題もあるヨーロッパのサッカーの問題もある秋はもう抑えられてんだとでもこのままだったら本当にね 私は死ぬかもしれない死んでも責任取れるのかという、ねうん、こういう選手がたくさん出てくるで実際アーチェリーのロシアの選手は試合後熱中症になりましたよね、えー、ですからここを本当に真剣に考えないと、ねうん、本当オリンピックの,その継続性あるいは持続性持続可能性というのを考えた時には僕はもう黄色信号が灯っているような気がします、ね、山口さんもですねいろんオリンピック何度も出られてそ,のそれによってアメリカとの時差で競技の時間がだいぶ変わったりもされたと思うんですねここで見ててもですね。 まあ、IOC とか放映権の中でのスケジューリングがこう行われるこれをです、ね、あの選手の手に取り戻すことはできないんでしょうか、ね あのまあ、やはり選手たちの発言というのは IOC も無視できない部分というのはあると思うんですね。で先ほど言ったようにやはり本当に IOC が参加してほしい選手たちがこれから出なくなってくるっていう事態も当然想定されるわけですよね。うはい、でそうすすると商品価値もやっっぱりなくなくくていくわけですのでの、はい、ただ あの先ほどあの北半球でできなくなるってまさにそうでだから私はあの以前話が出たんですけど夏季大会と冬季大会とあの種目を。 例えばじゃマラソンを冬に持ってくるっていうことだってできるかもしれないですよね。あ雪と氷だけじゃなくてじゃなくてっていう<ー>つまりそういう本当に根本的な議論をもうしていかないとあのそして夏季大会はもう船としてはいっぱいなんですよ先ほど言ったスケジュールも何も。うんうん、でも冬季大会の種目はまだまだ少なくて、はい、逆にいろんな種目を入れようとしてるわけですね。だから冬で夏でで夏ななければできない、えー 例えば室内競技なんかでは冬に持って行ってもいいものがあるわけですよ。うん、確かに室内競技であれば冬でも全然できるっていうところあるでしょうね。それはね。一時そういう議論も出たんですけど、<ー>立断言になった。でも私はやっぱりこの国章とあの選手のコンディショニング、それこそ安心安全ということを考えたら、うん、そこももう一度あのアスリートの側も入って IOC の中にアスリート委員会ってありますからね。真剣に議論してほしいと思いますね。うん ただ、二宮さんバッハ会長の物言いもの聞いてるとまあ、なんとか東京うまくいったな乗り切ったなと、まあ、じゃあ次、パリで頑張ろうと、まあ、行けるとこまで行こうかというような感じもしないでもねそれは考えてるとは思いたいですけれどもねでもこれ、仮にコロナの問題はね 次のパリ大会を着いたとしても猛暑の問題というのはこれ解決しませんからさらに悪化するかもしれない、ね、可能性もありますよね。ということはこれ抜本的な解決策山口さんおっしゃったような種目競技の振り分けとかですよマラソンだったら冬にやったほうがいいんじゃないかなという話もあるぐらいで真剣に考えてみるべきだと思いますねみさん、どうですか 私は IOC というのは一営利企業にすぎないとこの番組で何度も言ってきたんですけど本来、オリンピック憲章だと IOC は非政府の非営利団体でなければいけないわけですよね。でもどう考えても非営利団体ではなくなっているだとしたら IOC をやはり見直すことをやらなければいけない一番いいのは IOC の手から一回オリンピックを外す離すのが一番いいと思うんですねえ IO た。IOC がかに えー、オリンピックをこれまでやってきましたただ、はい、これまで言ったように各大会を成功させてきたのはあくまでやはり主催都市あるいは主催国の努力であって IOC の人たちがいなければできない大会ではもうなくなっているわけです、はい、ただそこまでいかなににしても IOC IOC の外部に C を見直す。 やはり検討会を作るべきであるしそれは一つはそういうあのオリンピックのやり方例えば、確かに冬季大会にマラソンやバスケットは持っていけると思うんですよむしろ日本ではそっちの方がフルシーズンですよねそれらの競技にとってはそれからもう一つはその外部監査を入れることこれは会計監査なんですけれどもあのそれをもちろん IOC の中では監査をやってるんですがそれは全く外の目で監査を入れて見直しと監査を IOC の手から引き離せないのであればせめてそういう外部の目をもっと入れることによって先ほども言ったようにスポーツマフィアという人たちだけの権限で決まるようなことはやめてほしいし IOC 委員ももっと若い世代から各世代代表で入れるような仕組みにしてほしいなと私は思いますね。